MLB、ドジャース3、ゼロマリナーズ、日本時間20日、ロサンゼルス、大谷翔平投手の所属するドジャースは19日、日本時間20日、本拠地、マリナーズ戦に3対0で勝利した。負傷者リスト、IL から復帰したマックス・マンシー内野手が7回に貴重なツーラン。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、打線に厚みが出た。途切れることがない打線だと称賛した。写真、 大谷から勧誘された右腕で、彼女はオレンジ水着で笑顔腹筋バキバキ、仲良しすぎるツーエースこの日、浮気腹ツーで5月に戦線離脱していたマンシーが、7番、3塁で復帰し、右手首を痛めて今季出場がなかったトミーエドマン内野手も、9番、中堅で出場した。うなか指の亀裂骨折が判明したフレディ・フリーマン内野手も出場を志願し3番、1塁でプレーした。 6回までは両軍合わせて3安打と痺れる投手戦が繰り広げられた。試合が動いたのは7回。ギャビン・ラックス内野手が左中間へ先制ソロ。さらにウィル・スミス捕手が子球で出塁すると、マンシーが復帰後初アーチを放った。今季ドジャースは中盤から故障者が続出していたが、12日、同13日に左手骨折で離脱していたムーキー・ベッツ内野手が復帰。 さらにラックスも後半戦は試合前の時点で打率点367、5本塁打、オプス1.076と好調を維持している。大谷が8月は打率1割台と苦しみパドレス、ダイヤモンドバックスの猛追もありながら地区1位を堅守している。マリナーズとの13連戦最後の3連戦、初戦を勝利し、後半戦は18勝11敗とした。ロバーツ監督は、今晩マックスは、 大事な場面で本塁打を打ってくれたと喜んだ。怪我人が続々復帰。野手はようやく健康になった、揃った、から、ハッピーだとエミーを浮かべていた。